切り抜き粗大悟さんがいただきました。いつも勉強させていただきありがとうございます。考え事などをすると爪を噛む癖がやめられません。改善する方法はありますか？また切り抜き粗大悟チャンネルよろしくお願いしますということで、はい。爪を噛む癖か。爪を噛む癖はね、これ基本的には悪い癖の直し方なんで、Dラボの方で、悪癖リバウンド対策、悪癖ですね、悪い癖リバウンド対策って書きますけど、こういうのとか調べてもらうと悪い癖の直し方として出てくるので、まあ、それを参考にしてみてもいいかもしれません。一応リンク出しましょうか。はい。悪癖ね。悪い癖ってね、あのね、実は直すのすごく難しいんですよ。なんでかというと、いい癖を身につけるよりも、あの、悪い癖をですね、なくす方が、はるかに難しいんです。科学的には。だから、悪い癖を直すのは、かなり、難しいというふうに考えてもらうといいかな、というふうに思います。じゃあ、どうすればいいかというと、悪い癖の代わりにですよ、いい癖をそこにぶっけちゃうんですよ。例えば、タバコを吸うっていう癖を、なくしたいというふうに思うのであれば、タバコを吸うのと同時にできないような、例えば、ガムを噛むとか何でもいいんですけども、まあ、そういうのをそのタバコを吸うところに癖づきしてしまって、タバコを吸う代わりにこれをやるみたいなのにするとか、例えばあの、間食で甘いものを食べないっていう、なんだろう、こう、禁止命令を自分に与えるよりも、甘いものが食べたくなったらナッツを食うみたいな風にね、あの、いわゆるこう、くるみを食べるみたいな風にして、健康的なものに置き換えるみたいな、そういう風な代替行動を設定する方が、悪い癖って直せます。一応悪い癖の直し方は今チャットで打ちましたけれども、悪癖リバウンド対策法の方で紹介してますんで、よかったら見てみてください。はい。悪い癖の直し方は多分全部まとめましたみたいな放送なんで、はい。概要欄とコメント欄から Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。